こんばんは、サトルです。じゃあ今日は寝る前に、首、肩、背中、腰周りを中心に緩めてから眠りにつきましょう。最初、安楽座、あぐらで座って呼吸します。呼吸で肋骨胸周りを緩めましょうか。吸って鼻から肋骨と胸膨らませて、で吐きます。長く喉をこすらしてって感じ。深呼吸で体を緩めます。この時温まります。だから深呼吸で体を温めます。長く長く長く、で吸います。タイミング僕とずれててもいいです。首、肩、背中のコリと深呼吸することすごく関係してます。その呼吸をずっと聞きましょうか。その呼吸に合わせて体動かすと体ほぐれます。次吸ったら、吸った人から吐く息で両手横にダラーンと下ろして、自分の吸うタイミングで肩を前から上、同じようなリズムね。動きつけたからといって早くする必要ないです。吐く息後ろから下ろして、これ呼吸のリズムでもう一回やるだけ。難しくないですよね。今日特別かっこいい動きなんか出てこないですね。だからこそ、まあいい意味で諦めがつきます。調子いいとこまで体を動かしてやろうとか、最高記録目指す必要がないです。良い意味で諦めましょう。吸うとき今度肩を後ろから上、呼吸と動きが合ってたら損でいいです。柔らかくするような、柔らかくなる練習ではないです。後ろ向きと前向き回しただけだけど、別に必ずしも同じ回数をやる必要はないです。吐き切ったら両手元に戻して、吸う息で右手が天井、僕鏡みたいに逆やりますね。吐く息でこっち側、体側伸ばし何呼吸か置きます。手のつく位置も、上の指が伸びていく方向も微妙に人によって違います。背骨がどんだけカーブするかも人によって違います。何してたらいいかというと、自分の中でいつもより、自分の中でいつも動かしてないとこに体が動いてたら損でいいんです。そしたらいつも送ってないとこに呼吸が巡ります。ストレッチをちょっとでも感じてたら、そこに血液が巡ってます。血液が巡ってるのを感じることをストレッチと言います。その位置は人によってそれぞれだけど、感じてることはみんな同じです。吸い切った人は吐くときに前のめりになって帰ってきて、逆行こうか。吸う息で逆の手が天井、よく吸ってから、よく吸って伸びといて吐く息でこっち、手の奥位置、上の指の伸びていく角度、背骨のカーブ、 C 具合、あと目線ね。それぞれを五感で感じてみてください。頭の計算できる頭いいとこはお休みなんです。そうした方が体って緩んできます。むしろそうすることで体を緩めてみてください。そう、ポーズじゃないんですね。吸い切ったら吐く息、前のめりになって、もう一回だけ今度自分の一呼吸一動作で繰り返してみて、必ず自分が吸うときに、右手が伸びて、吐くときにこっちに行って、で僕とずれてでもいいんですよ。吸った人は吐く息で前のめり、これ逆行くだけ。気持ちが急いでるとね、これ意外とできないです。運動神経なんかいらないですよね、別に。たとえ動き間違えてもそこは問題じゃないんです。呼吸と体が合ってたらそうでいいんですよ。
膝立てて、膝立てるじゃないや、足立てて、マットじゃないや、肩幅の2倍ぐらい開いておいてください。で、手の甲がウエストで、肘を膝にかけて、これできなかったら片足ずつやったらいいです。やりたいのは、足の力でキュッと閉じていくと肘が寄ってきますね。そしたらこの二の腕がストレッチ効くと思うけど、そこでキープして。足の置く位置とか、体の寄せ具合とか、この肘の感覚は人それぞれ。ここにストレッチ、ここね、片手ずつやってる人は片っぽずつでいいんです。あと深呼吸深くするとよりストレッチ感じますね。ストレッチとは血液が巡ることって言いましたね。巡らす方法が深呼吸なんです。で、リラックスした気持ちの深呼吸がいいです。気のせいじゃないんです。ごまかしじゃないんです。ごまかしどころか一番大事なことです。体ほぐす上で。だって緊張したら体って固まるでしょ、肩に力入るでしょ、あれ血液が巡らなくなってるんです。緊張ばっかりしてたなっていう人は、このポーズでではなくて、気持ちで体を緩めてみてください。やり方は必ず自分が知ってるはずです。吐く息ごとに 0.1 ミリだけこの肘と肘の間が縮まります。 0.1 ミリだから人から見て分かんないです、きっと。あと自分で見ても分かんないかもね。ほんの少しずつだけ緩んだらバッチリ。じゃあ吐き切ってゆっくり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 ほどいてください。ほどくときにもまた温かいものが巡るでしょう。それ自分の血液です。プラプラとしたら四つん這いになります。深く吐いたら吸う息、背骨反らせて目線が上、若干胸張ってください。上見て眼球動かす。何呼吸かしようか。背骨全体がアーチ、腰ばっかり反らしたいわけじゃないです。で、反らない人もいます。でも自分の中で反る方向にストレッチが来てたら反んでいいんです。要は背筋を伸ばしてカーブさせよう。軟体動物みたいに柔らかい人もいますよ。だからそんなの競ったところでもう絶対一番になれないから、もう諦めたらいいじゃないですか。深く吸ったら吐く息丸める。手でマットを押すとこう肩甲骨同士が離れて背骨もまん丸、骨盤のとこもこう腰もまん丸で、おへそ見て呼吸。首の後ろも伸びませんか。無理して痛かったらちょっとこう前は向いておいたらいいけど、背骨全体でカーブを作って呼吸。この時実はお腹の筋肉も使ってます。腹筋というよりも内臓を温める筋肉です。リラックスする筋肉。吐き切った人吸う息、背骨反らして目線が上。今度一呼吸一動作、吐く息丸める。呼吸とともに動くだけです。温まることで緩んでいきます。緩むことで温まります。背骨ニュートラルで動き止めて、じゃあ左足を後ろで、その後ろで後ろの足をクロスする。いけた。そのままクロスした足を右に見に行くの。だから立ててる膝の方向に見に行って後ろの足を見に行くとパチ。前から見たらこうなってます。こんな感じで背骨カーブで深呼吸。別に後ろの足見に行くことが目的じゃない。別に見えなくてもいいです。背骨をカーブさせたい。脇腹も伸びてくるでしょ。吸い切ったら吐く息でゆっくり四つん這いに戻ります。今度は右の足を後ろの足クロスで、両手手で丸出して後ろの足を見に行くコース。で、どんだけの強度かっていうのは呼吸も心地よくて体も心地いいところを選んでください。自分にとって最適なところを選びます。呼吸の音は聞こえてますか。
体の感覚はどんな感覚ですか？眉間にシワ入っていませんか？入っていたらその眉間のシワを緩めてください。なんならちょっと笑ってください。何も楽しいことがなくても笑ってみてください。それでも楽しくなくていいから笑ってください。体のためというか自分のために、吸い切った吐息ゆっくり打つ前に戻ります。お尻かかってくれて正座みたいになって、体こうやってめちゃくちゃポーズ、ここのことを股関節と言います。股関節が緩んできます。背中もほぐれてきます。腕は横でもいいけど前にすると実は背中が緩みます。思ってるよりもストレッチが効いてます。このポーズってだらんとしてるけど、ずんばい同じ手でいきますね。右手を前にして、膝の位置も微調整していいから、脇を右の方に近づけると、右のマット近づけると脇の下が伸びていきます。膝開いたり後ろにしたり微調整がしてくださいね。背骨の動きによっても足の位置は自分にとってバッチリなところで違ってきます。人それぞれ違うから、だから面白いんですよ。自分のバッチリなところを探すんです。人に聞いたら人の心地いいところは見つかるけど、それが自分に合ってるかどうかは分かんないですよ。どうやって自分に心地いいところって分かるでしょうか？心地いいところです。心地いいなって感じるところです。それしか言いようがないです。吐き切ったらゆっくり戻りましょう。戻ったしか逆ね、四つん這い、今度左手前の真ん中ぐらい微調整したらいいから、脇の下にまた近づけます。もう二呼吸ぐらい、痛かったらちょっと緩めてくださいね。ゆっくり戻してきて、よいしょ、仰向けになります。仰向けになって足伸ばして、手足グラグラとして、じゃあ目を閉じて、シャバーサナ、体の緊張をほどく上で一番大事なポーズ、シャバーサナ。何するかというと、別に何もないです。何もしてないというか、それでできてます。Thank you.
右膝立てて起き上がって、では今日のレッスンはこれで終わりたいと思います。はい、僕はこんな感じでスポーツやフィットネスとはちょっと違った感覚のヨガをしています。ヨガって先生の数だけあるので、本当に気に入った先生のヨガを受けるといいんじゃないかなと思います。僕は無料のメールマガジンを発行したり LINE 公式で、これも無料のコンテンツを発信してます。リアルでもオンラインでも皆さんとお会いすることができたらいいなと思って YouTube を続けています。ヨガの先生になりたい人はオンライン対応のヨガインストラクター養成講座を開催します。興味ある方は僕が個別に説明させてもらっているので概要欄からメッセージをお待ちしてます。何らかお会いできるといいですね。では次の動画もまた見てください。で、これ知識が追いつかないのもあるけど、大事なのは体で感じてください。膝ピンピンじゃないと伸びにくい筋肉どっちでしたっけ？伸びるよね。その代わり膝曲げてこうやってやったらあんま伸びひん。一番いいのは膝ピンピン伸ばして足首をキュッて曲げたらふくらはぎが伸びてるでしょ。で、膝曲げたら伸びが緩まるでしょ。甘くなるでしょ。理屈わかった？繋がってるからです。アーサナの練習してる時に硬い人の気持ちがわかんなくて、なんかどうなってるのかなって体で感じることができなかったんです。あんまりできなかったんですけど、なんかいろんな人のこう意見とかを聞いてもっと体について深めていきたいなと思いました。